やろう YouTube! イエース不動産の鬼申し子と騒しげみです。さて、経営編もね、次はあの収入、副収入っていうね、家賃収入がメインですけれども、副収入にはこんなものがありますよっていうのを今日はシェアしていきたいと思います。よろしいですかはい、ここにね、書いてあるように、えっと、まあ、太陽光発電だとかね、これ電気を自分の土地でこうね、あの発電してそれを あの電力会社に売って副収入を得るとかあの自分の敷地内に自,自販機自動販売機を、ね、置いてそれでそれがこう、ね、売れてその処話代としてね、えー、土地代としてその自販機の方からオーナーの方に入ってくるとかですねこれ自分あとはね電柱を設置するっていうあの設置っていうものもともと設置してあるんですけどねそれが年にいくばくかのこう。 あの場合によっては、ね、あの高圧電線の電柱とか、そこの上の通ってるとかね、まあ、いろんな権利があるんですけれども、そういったもので入ってくるとか、はたまた、ね、自分の土地が空いていたら、それを駐車場として入居者に、えー、やるとかあの、もしくは入居者じゃない近隣の住民の方に駐車場を貸し出すとかいった、そういったような副、ね、収入があるので、今日はそこを、ね、解説していきたいと思いますけれども、それはまず最初に。あの ソーラーラパネルこれですね、まあ、中古物件を買ったときに前のオーナーさんがその屋根とかね、そういうところにつけてる場合がありますけれども、これってね結構ね、費用対効果が悪いというか、まあ、何百万円もかけてそのソーラーパネルを設置したわりに、まあ、例えばその1ヶ月の電売価格が2万円とか3万円とかね、まあ、それはもちろんその発電するワット量によるんですけれども、なってて、じゃあね、 どの辺に損益分岐線があるのかなってね、ソーラーパネルもし自分がゼロから設置したら、これあの、いくらで何,何ワットあったりいくらで売れるのかっていうことによるんですけど、結構ね、長いんですよ。10年とか20年とかね、場合によってそのくらいのスパンでこう回収するくらいの金額になるので、投資としてやるにはね、本当に大規模なメガソーラーにしてやるとか、それを目的にやるってやんないと結構ね、割り合わないので、自分で 太陽光を設置するっていう場合にはよく収支を考えてやった方がいいんですけどもその物件買ったらねもうそもそもついてましたという場合は、まあ、それそのまま引き継ぐでそれがあのもうその引き継ぐソーラーパネルっていうのはあの不動産とまた別なのでそれだけでちょっと生産するなんていうあの売買のやり方もありますつまりそれを一括で購入するからその 上乗せして金額あの不動産の売買金額に上乗せしてやるとかですねそういったような交渉がオーナーの方とですねあの最初所有しているオーナーの方と必要になる場合があると思いますでわ私の場合ね、まあ、ついてたらまあそのまま書いておるんですけれども、まあ、ついていてそれがねまだ原価消却があの80万円くらいであのオーナーも後からつけてそれが全部あの終わってないとそのでローン会社に払うんだけどローン 会社は、ね、オーナーが変わったからってじゃあローンの,あの,その契約相手を新しいオーナーに切り替えるかっていったらそんな面倒くさいことしたくありませんよね。ということはその前のオーナーが全額今決済するからその分をちょっと新しいその。し 設備として購入してくれっていう形になってその、物件の購入金額がちょっと上乗せされるなんていうパターンもあります。まあ、その辺もね、あの交渉で、まあ、いや、それ全部くださいよとかね、いや、それは今のこの安く買った金額の中で上乗せ、その安くね、ただであげることはできませんという、まあ、そんな契約もあったりしますけども、そこを調整して最初のその、 最初の家賃2ヶ月分くらいを前のオーナーさんのところに振り込まれるのでそこを割り引いた金額とか、まあ、いろんな交渉の,、ね、あのやり方はありますけれども、まあ、ソーラーパネルは今、ね、そんなに高く買ってくれません電気は電気はそんなに高く買ってくれませんけどやっぱり、ね、あの月々2万円か3万円こう、えーとね、家賃収入に上乗せされるのは嬉しいかなとあと、ね、あの屋根にね あの直接ぶっ刺してあったりしてそれは台風の時にね飛ぶんじゃないかなんていう、ね、心配もあったりするのでなるべく、あのー、シンプルにね、えー、やっていきたいななんて思ってますだからそういうのついてない物件、まあ、わざわざねついてない物件を選んでついてるから買いませんなんていうのをもうしなくていいとは思いますけれどもまあ,あのソラパネルっていうのはあんまり。 え考慮しなくてもいいんじゃないかななんて思ってもただついてたらまあ勉強になるので、まあ、それを運用してみるのもね楽しいと思います。あとね自分の敷地内に自動販売機はこれねあった方がいいですねだって入居者だと思ったらいちいちねコンビニ遠いコンビニね、まあ、隣にあればいいですよあの買いに行くんだったらここにある自販機でちょっと高くても買いたいななんてね思ったりしますよねでまあねレッドブルーとかはあんなの200円とか190円とかで入ってますけど大体110円とかね120円とか、まあ、ちょっとペットボトルだと あの150円とかで売ってたりすることはありますけれども、まあ、大体ねそのショ商売代というかその業者との契約によるんですけども110円を1本売って10円とかね20円が自分のところにまあオーナーのところにね入ってくるような計算です、まあ、オーナーといってもその自動販売機材はレンタルでそのまあビバレッジ会社がねその飲料会社がその設置しておいてくれてるんで えその電気代をオーナーが払ってそのね結構駅前とかで買ってくれたらまあまあねあの1本10円とか20円とかの利益でもえ月額ね5,000円とかにはなったりするかもしれませんけどええ月額5,000円と、まあ、田舎の方とかだとねそんなに売れませんのでね で月額5000円で下手したらあの電気代の方が高いですから電気代オーナー持ちですから電気代ねまああの多分ね測ったら3000円くらいになるのかな1ヶ月ねまあそれ冬とかめっちゃ温めたり夏はめっちゃ冷やしたりするんで結構ね電気代高くなったりするんですけれどもそのあんまりそのね その自販機で儲けるっていうのはあの普通のジュースのやつだとないかもしれませんね。まあそこに特殊な自販機置いてもいいですけど特殊な自販機っていうのはね補充とかその自販機そのものの代金そのレンタル料みたいなのが高かったりするんで普通の会社は嫌がりますね。私の物件を自販機置いてあるところがあのほとんどですけど最初例えばその同じところに A 社と B 社の2個の自販機が置いてあったんだけどあんまり売れないあんまり売れないとねあの 起きたくないんですよそのね、あの補充しに来たりしなきゃいけないんで、でそのあんまり売れないので、1社はもうね、あの勝手にオーナーが私に買わったタイミングで撤去したやつもあります、向こうの会社の方から、すいません、撤去させてくださいっつって、要はね、そんなところに置いてても、その電気,電気代っていうか、まあ、面倒くさいんですと。 大して売れないんでとでその1個を売れやすいところにこう道路に面するようにこう私あの業者呼んでその持ち上げて設置し直したんですね自動販売機持ち上げるの,あのクレーンがついたような車みたいなのでこう専用業者がこうボルトとか外してねあのやんないといけないんで結構大掛かりなんですけどああなるほどねこうやって持ち上げてあのここのネジ外してこう,こうしてこの向きを変えるんだみたいなのを、ね、あの見て勉強しましたけどもそれで、まあ、道路に面するようになったらね結構ねあの売り上げが2倍くらいになりましたね。 あの自販機のその売り上げが、そしてあのー、まあ、そういうふうにやってもいいです。まあ、自分で自販機を買って、ちょっと設置してやってみようかななんて思っ。 自分でその自販機の装置自体を買うとかなりしますからね100万とか200万とかしますからそれそれねペーしねえだろうってねそのしかもその補充してもらうのも業者が勝手にやってくれるのと自分でね依頼してかけるのこれは結構相当、まあ、売れないとねあの割に合わんなということで今はねあの私設置してるとか全部業者任せにしてますけれどもあとはねその土地が あの自分の土地に電信柱が立ったり電信柱ってよくあのこう倒れないようにするためとかにサイドからこう紐があのワイヤーで引っ張ってあったりするじゃないですかそのワイヤーが刺さってるところの土地の代金みたいなのをその、まあ、何々電力っていうところがですねあの年間払いでこう払ってくれるんですよ。でこ,ここにも電柱あるんだけどなんでここなんか1本少ないんだろうなって言って。 で見るとよく見ると、そこは実はそこの,の4 0ンチ4 0ンチのその土地だけ、まあ、町の土地になってたりですね、他の人の所有物になってたり、その筆があのよく見たら10個くらいに分かれてて、えーと、そこだけ違う所有者の場合もありますし、たまに、ね、それを、ね、間違って、あのーまあ、市町村に振り込まなきゃいけないところをあのうちの物件に。 の所有者としてその振り込んでくれてたりする場合もあるんですけどこれおかしいですかとか言ってあのね確認したらそ,それからあと振り込めれなくなったりねまあそんなあ結構いい加減なんだなみたいな <laughs> そんな風に電柱とかの送電線とかそのねワイヤーとかが自分の土地にかかってるっていうか自分の土地から生えてる場合はですねあの地代がまあね年間ね9000円とかねなんかそんなようなもんでしたけどね一本 あのまあ、とにかく、ね、入ってくれば嬉しいなと、やっぱり、ね、東京電力ってそういうところにも電信柱で一本一本にちゃんと地代払ってんだっていう、ね、なんか私、逆にびっくりしましたけどね、その物件買ったときね、あのーまあ、そんなものもあります。そして駐車場と駐輪場、これ自分の、ね、敷地内に、まあ、大体田舎の方だと、ね、車ないと生活できないんで、ねあの、あるんですけど、稀にまれ、あ、に家はあるけど、駐車場のスペースはないっていう、ね、場所もあります。駐車場ってね結構 かなり大きい面積を取っててあのだいたいあの1格5メーターかける2.5メーターかとか2メーターくらいなんですよねだから2メーターかける5メーターでこれでもう10平米じゃないですかだから注車が1台止まるってことは10平米無駄にしてるとは言わないですけどこうあのまあなんか土地をね使ってるってことなんでも、まあ、結構広いですよそれとかあのその ただそのスペースだけがね、道路に面していればいいんですけれども、まあ、そこに入るための道だとか、そのスペースだとかっていうのはもうね、強制的に開けなきゃいけないんで、でもね、よくよく考えると、ここにもう一個スペース作れるよねとか、あのー、まあ、ドッグランドのところを潰すとここに2台入るよねとか、なんかそういうスペースがある場合には、これ、なるべく駐車場にしてしまってですね、あの、自分でできるばようなの、はつりで、ー コンクリートをあの破壊するやつを買ってきてですね、そのちょっとあの突起物なんかを破壊して、そこにコンクリートを流し込んで平らにすることによって、そこ、スペースになるんですけれども、そういうふうにやると、まあ、あの1つ駐車スペースがあると、ねまあその土地の相場によりますけど、まあ、1ヶ月3000円とか5000円とかっていうのがこう定,期定期的に入ってくるようになるんですね。 そうすると、まあ、5000円だとすると、まあね、1年で6万円じゃないですか。6万円で、ね、1年でその駐車場一区画増えると増えるっていうのは、これは結構大きいと思いますので、ぜひあのその駐車場スペースとか、ね、駐輪場スペースとかあの増やしてみてください。これね、注意しなきゃいけないのは、よくたまに1部屋につきこの駐車場が無料でついてますっていうふうにしてしまうとですねあの、結構もったいないんですよ。なんでかというと、車使わないのに高,高い。 あの賃,賃料を払わなきゃいけないしあのそうすると。 てるののにここは俺の駐車場だっっっててこことになってそこにななそ使使いたいいた人が使えないわけですよねだったらもう駐車場使うのはセットでまあ5000円とか5000円とかにして賃料プラス5000円にしてそしたら使わない人たちもいるわけですよ駐車場をね駅地下とかだとそうするとそこが空くのでそれを近隣の人に貸してあげたりとか、まあ、要は2台使いたい人に2台目5000ですとか言ってやったりねあのもしくはあの それで誰が今ここを借りてるんだっていうのを明確になるんでねこれはぜひねそういうふうにやった方がいいと思います。 あとはねあの、選挙ポスターを貼ったからお金がもらえるってことはないんですけれども、あのまあ、選挙ポスターとかが貼ってあったりすると、ここに、えー、このポスター貼ってもいいですかみたいな話が来たりするわけですね。そういうので、まあ、地代っていうか、まあ、広告代ですよね。そういうのをいただいたり、まあ、例えば地元の掲示板とか、もしくは自分でなんか商品を持ってるんだったら、その商品をの宣伝するのを自分の物件にこう、 宣伝して、ね、URL とか QR コードとかを置いておけばそこからあのアクセスされる可能性もあったりですねもしくはあのミニシアターって、ね、ここ書いてありますけれども、まあ、そこにあの掲示板というかあのよく出。 山手線とか、ね、電車の中にあのテレビカメラが当てにいうるんじゃないのモニターがあってそこにこう動く CM とかが流れてるじゃないですか。あんな感じで、まあ、あのここに、えーえー、なんだ1ヶ月間に何回、ねあのうん、3, 3分に1分間だけ CM を流しますよみたいなのを掲示しててもいいかもしれませんね。そ,でそこにあのインターネット上のある ページにアクセスするとそれが見えるのがそこのモニターに延々と表示されているみたいな遠隔操作できますみたいなねそういうのをやることによってまあ広告料、まあ、これ駅前の物件とかだとね結構使えるかもしれませんけれどもあの私は今後こういうミニシアター的なものを増やしてまあ副収入っていうかね、まあ、自分の,あの宣伝したい内容とかそういったものをそこにえ表示していくっていうのもちょっとや,あのやったらいいと思います。 そして、えー、っとそうですね、あと家庭菜園とか貸し出し菜園とか、あの自分の土地で全てがね、じゃあ有効利用されてるのかっていうと、結構ね、空き地があったりするわけですよ。ここってね、砂利引いてて雑草が生えてるだけだよね、みたいな。で、そこを一区画ね、まあ、例えば、まあその場所によ,もよりますけど、3メーター、3メーターくらいの子があったら、ここを、あのた縦札をね、ぶそっと刺しておいて、えー なんだ年間契約、えー、なんか3万円とか書いといて、ね、そ,そしたらそう住んでる人で3万円か安いなって思って、えー、ちょっとここで、ね、大根植えてみようかなとか白菜植えてみようかなとかって思ったりするじゃないですか、まあ、僕もねそういうなんか裏庭がついてるような物件に住んでたことあるんですけど結構楽しいんですよねでなんかきゅうり植えてみたりあいちごをやってみたりしてそ,そうするとやっぱりその管理されてるっていうかその そこをやってる人が一生懸命耕したりね、あの周りの雑草抜いたりしてくれたりするんで、まあ、そういう意味でもいいですし、まあ、何しろあの副収入になるということでね、これはね、ぜひあの余ってる土地がある人は、ぜひチャレンジしてみたら、その物件のね、なんかこう、和やかな感じとか、ちょっとね、あの防犯上もなんかいいですしね、あのぜひおすすめです。ということで、 あの、いろんな副収入が考えられますけど、その土地をね。どうやって活用して、どうやってその入居者の方にさらなる幸せをお届けするのか、っていうのを考えると、駐車場を増やしてみようかなとかね。あの、ちょっと変わった自動販売機置いてみようかなとか、そういうことになっていくと思います。はい、じゃあ、それではこの経営編のね。えっとまあ、その副収入について解説をいたしました。えー、これで、えー、また。あなたの物件がどん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 良くなってあなたに。 さまざまな幸せが雪崩のように流れ込んでいきますようにイエース